こちらお願いいたします。はい。改めまして、志摩耕作です。皆様、本日は本当に多くの方々にお越しいただき、誠にありがとうございます。こんにちは、広金健司です。あれ、志摩君なんか今日はちょっと緊張してるみたいだね。こうやって、作り込んだ企画とはいえですね、君とこう対面してるのはなんか不思議なような気持ちがしますよね。そうですね。何か不思議な感じです。それにしても先生、今日もかっこいいですね。そのタイムラグがちょっと気になりますけども、編集の方から今日はジャージで行くなと言われましたんで、近所 の吉祥寺のデパートでちょっと上質な服を買って揃えてきました。さて、ドン小西さん、今日の志摩会長のファッションどうですか？いやいやいや、トレードマークのベージュスーツで、細身で、ね、決まってるじゃないですか。僕なんかね、会長に今日お会いするなんてね。今日の衣装は、上質をテーマに選んでみました。なるほどね。はい、かぶせ気味で来ましたよ。出発点はね、課長時代はわりかし同じぐらいのレベルで始まったと思うんですけども、やはり途中、上質な人生を歩んでるとこういうふうないい雰囲気で年を取っていけるという、まさしく等身大の私を見事に表現してくださいました。クラブジェントの今後の展開にご期待ください。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。すみません、何が起きたんでしょうか。我々もクラブジェントに入れてください。どうも浜川です。おはようございます。会長どうですか。会長、ちょっとこれはネタの一つでもやらないと納得していただけないんじゃないですか。まあ、クラブジェント発足式ですから、会長無言だよ。会長目が合ってないです。会長、会長引いてるよ。会長、課長の頃から思ってましたよ、会長になるお方だと。はい、全然会長にはまってないじゃないか。なんか一言言えばいいよ、今日クラブジェント発足式なんだから。そうですね、会長に一言言いたい、奥様からあんな上質なカムリをいただいて、一声かけてこんな上質なゲストが集まる、まさにゲスの極み。ゲスじゃない、浜谷さん、せめてジェントルの極みとか。ジェントルの極み、これでどうでしょう。どうですか、会長。会長そう言ってますが、島会長、いかがでしょうか。いや、皆様のご賛同あってのクラブジェントです。ぜひこの機会に浜川のお二人もジェントルマンになってください。ああ、いいんですか。よかった、よかった。温度差すごいなと思ってよかった。あんだけ近くでね。あるいは静かに怒ってらっしゃるかですね。会長が、若手があんなに怒鳴った後であのトーンは素晴らしいですね。さすが会長でございます。今年一番気になった流行語とかありましたでしょうか。そんなアドリブに聞こえてる。おもてなしでしょうかね。 おもてなしの精神はビジネスの世界やジェントルマンとしても相通ずるものがあると思うんです。会長がジェジェジェって言わなくてよかったですね。あのちゃん見てたんだみたいになるからね。会長、手でちょっとおもてなしやってもらってもいいですかね。いや、やるわけないじゃないですか。会長の立場でできるわけないんだから。危なかった無理やり考えた。今の俺の自作自演は何だったんですか。どうしても映りたかったんだよね。すいません、絡みたかったんですよ、会長。いや、難しい質問ですね。 あまりいじめないでくださいよ。すごい、すいません。一個こういうの用意してんじゃないですか。何でも対応できるように一個用意してんじゃないですか。用意じゃないですか。会長のアドリブ能力です。いいものを知るっていうのはいくつになっても楽しいと思いますし、それも遅いってことはないと思いますから、これから。もう若い人はもっと最初からやると。さすがですね。あ、そうですか。それまでだんだん島会長が自我に目立たなくなる。己の意思で言葉を発してませんか。ジェントルです。ジェントルです。そう、本当、出発したいと思います。ジェントルです。ジェントルです。一発ギャグみたいな。ちょっとジュース感覚でやってましたけどね。ジェントルです。ジェントルです。上質を知ろう。ジェントルです。流行んのか。ジェントルです。遅い遅い遅い。ちょっと会長やんないのかいって思ってた。